岸田総理大臣は今日、日本の領土内にアメリカの核兵器を配備し共同運用する核共有について、非核三原則を堅持するという我が国の立場から考えて認められないと述べました。非核三原則を堅持するという我が国の立場から考えてこれは認められないと。核共有をめぐってはロシアによるウクライナ侵攻を踏まえ。 安倍元総理が昨日フジテレビの番組で議論をタブー視してはならないなどと指摘していました本はも,もちろん、えー、NPT の加盟国でもありますし非核三原則はありますが、えー、この世界はどのように安全が守られているかという現実についてです、ね、議論していくことをこれをタブー視して私はならないと。 安倍元総理の発言を受けて国会で核共有への認識を問われた岸田総理は自国の防衛のためにアメリカの抑止力を共有する枠組みを想定しているものであればこれは認められないと述べました。